大阪人形。今回は、球体関節人形、25体目の、頭を整える動画を、1本にまとめています。頭のパーツを、整えていきます。周りの余分な粘土を切り取ります。つなぎ目を粘土で埋めます。頭の後ろの形を整えます。歪みやへこみを直します。首関節の臼を切り取ります。お顔を整えていきます。顔の輪郭を整えます。
おでこの形を整えます。頬の形を整えます。まぶたの形を整えます。鼻の形を整えます。口の形を整えます。お顔を整えていきます。目の周りを整えます。
鼻の形を整えます。唇の形を整えます。耳の形を整えます。頭の後ろを整えます。頭の上側を切ります。切り取った内側を削ります。顔の内側も削ります。
首関節の受け側を削ります。頭を切り開いて内側を削り、首関節の調整ができました。頭の断面を整えます。顔の内側を削ります。目を入れる調整をします。目の穴を開けます。もう片方の目も開けます。
目が入るように内側を削ります。頭に溝を掘ります。頭の断面と目の調整ができました。今回は球体関節人形25体目の頭を整える動画を一本にまとめてみました。ではまた金曜日の本編でお会いしましょう。